はい、どうも、こんにちは、くまでーす。今回のテーマはこちらです。バン楽器店に就職しようと思っている人へ、楽器屋の現実を教えます。ということで、えく、ー、まはですね、えー、2010年から2012年までの約3年間ですね、えー、楽器店で働いていました。えー、働いてたところは、ほぼギター専門店という形で、まあ、 ピアノなんかいろいろな楽器が売っている一般的なお店とはちょっと違いますが、まあ、あのー、お茶の水にある楽器店を想像していただければわかりやすいと思います。まあ、10年くらい前の話になってしまいますが、楽器店に働いてた時の話をしようと思います。えー、楽器店に就職しようと思っている人や、まあ、楽器店ってどんな感じなのかなとか、ちょっと気になる人はですね、 ぜひ最後までご覧になってみてください。で、あの、ま、一つ注意点なんですけども、まあ、先ほど言ったように、えー、2010年から2012年の当時ですね、もう10年になりますんで、その当時の自分が働いていた楽器店でのお話で、で、あのー、最終的に辞めた後に僕は、老気所に行ったので、あのー、現在はもしかしたら改善されてるかもしれません。 また違うお店の場合では全く違う待遇かもしれません。ま、あその点を含めてぜひお聞きください。では、早速始めます。えまず一言にですね、えー、楽器店での仕事のことを言うと、やりがい作手の現場と言っても過言ではないと思います。えー、ギターが弾ける人って、あのー、 楽器店で働いたら、まずお店のギター全部弾いてどんな音が出るか試してみようっていうね。あの、そういった欲求があるかと思うんですよ。まあ、ぶっちゃけ自分もちょっとそう思っても入ってました。まあ、やっぱりね、そこに落とし穴があります。えー、ギターに関係する仕事ができるなら、まあ、給料安くてもいいよねっていう感じで、めちゃめちゃ給料は安かったです。そして、あの、ギターもあんまり弾かせてくれません。 えー、自分が入った楽器店は最初から正社員という人はほとんどいませんでした。で、フルタイムで働いてはいましたが、準社員という立場でほぼバイト扱いでした。で、当時はですね、最低賃金も今ほど高くなかったので、時給900円でした。で、しかも残業代は全く出ませんでした。で、休憩もほとんどありませんでした。えー、開店30分前に朝礼が始まって、 えー、お店が閉まった後の片付けっていうのもありました。で、合わせてですね、だいたい1日1時間から2時間くらいですね、そういう残業があったんですけども、その時間は全く給料が発生しませんでした。しかも、えー、休憩はですね、あの、ご飯を食べるだけの15分くらいだけ。で、全く取らせてもらえませんでした。 えー、なので、その時の給料は、あのー、額面なのに、あの、税金とか、あれ取る前の金額でも、年間200万円以下でした。まあ、いわゆるですね、えー、ワーキングプア状態ってやつですね。で、楽器屋さんってそんな儲からないから仕方ないんじゃないのって思われるかもしれませんが、そんなことはありません。えー、自分が働いてたところは、新規店舗の出店はもちろん、店舗のビルの建て替えなど、今でも拡大を続けてます。 えー、自分がいた楽器店は確実に儲かってましたでこんな給料が低いんで、えー、入ってきた人はどんどん辞めてきます、えー、3年間で同じく準社員として働いていた人の9割は辞めていった印象ですねちょっと正確に、あのー、統計を取ったわけじゃないので僕の印象としてはそういう感じですで、えー、社員になるためにはあのー、利益で100万円以上を 三ヶ月連続で達成しなければいけないっていうのがあったんですよ。で、ギターを売った時の利益率っていうのは、あの、価格の大体30%前後になります。なので、売上としては、300万円以上売ると、大体100万円ぐらいの利益っていう感じになるんですよね。で、その100万円以上の利益を出して、さらにそれを3ヶ月間続けなければいけません。高いギターを扱っているフロアを、 任せてもらってればいいんですけども初心者向けの安いギターを扱ってるようなフロアですねそういうところにいる場合は全く達成はできませんそしてですね実力があって社員になった人でもあのやめていく人は結構いましたはいで次は人間関係についてですねで基本的にあのー まあお店のみんながお店に来た客の取り合いになるんですよ。なんで、あんまり人間関係はよくありませんでした。で、社員も、あのー、利益額が100万円達していないと、全体のメールで晒し者にされるんですよ。なので、あの人に優しくしてる場合ではありません。で、みんなが売り上げを競い合ってる状況なので、まあ、間違いなくはそうなるんですよ。 はい。で、次にギターの知識についてですね。えー、基本的なギターの知識は、もう全くと言っていいほど教えてくれません。で、そして弾かせてもくれません。で、中にはですね、やっぱいい人がいるんで、ちょっと教えてくれる人もいるんですよ。まあ、さっきの段落でも言ったように、あの、みんながライバルなので、あの、教え合うことはほとんどありません。ましてや、あの、接客に関することなんかは、あの、 買わない客にギターを弾かせるなとか言って、あの、無茶なことしか言われません、えー。基本的に入ってきた人間は辞めていく人が多いんで、教える気もちょっとないかなって感じでしたね。で、マニュアルもですね、あるような話は聞いたことあるんですけども、あの見せてもらったことはありません。で、基本的にはあの自分で本なんかを買って勉強する以外は、ほとんど知識を得られることはありません。 でも、あのー、給料が低いんで、あのー、本を買う余裕さえもありません。で、自分が入社前のイメージなんかは、あのー、ギターに関することなんかは最低限教えてくれて、えー、接客に関してもそこそこ教えてくれるものだとは思ってたんですけども、まあ、実際に公式に教えてくれる人はほとんどいませんでした。入ったばかりの時に、ちょっと研修みたいのがあったんですけども、えー、これはですね、もう全く大した目とは教えてもらえずに、 あの、一般的なマナーをちょっと教えてもらっただけでしたね。で、なんか、あとは各店舗の店長に聞いてみてくださいみたいなことを言われてたんですけども、全く店長からは教えてもらえませんでした。はい。で、次は仕事の内容ですね。えー、主な仕事内容は、まあ、こういった感じですね。まあ、えっ、ー、と、まず、開店の準備ですね。朝来て。で、まあ、 まあ簡単な掃除ですよね。だから店先の準備や掃除をして、で、あとはまあメインの接客。で、入荷したギターの運びなんかですね。あのー、ギターが送られてきたりするんで、まあそれを出したりして、で、ケースを倉庫にしまったりします。で、あともうこれも本当のメインになるんですけども、あのー、ギターのコり取りですね。あの、一日中磨いてました。入った頃は。 で、えー、あとは弦交換とか簡単な調整ですね。まあ、錆びてきた弦なんかがね、まあそういうのは変えます。で、あと、あの、他の人が売れた時のサポートですね。あのー、ケースが倉庫にあるんで、それを取ってきてあげたいだとか、袋に詰めてあげたいだとかを手伝ったりします。まあやっぱり入ってきた時は、もう基本的にあのギターを磨くことが仕事になります。なんで、あのー、ぶっちゃけ平日はかなり暇です。 で、でも、あの、ずっと立ってなきゃいけないんで、足が辛いです。仕事中はですね、座るなっていうので、上からの命令があったんですよ。なんで、全く座ることはできません。え、さらに、先ほど言ったように、休憩時間もほとんどないので、1日9時間以上ですね、立ちっぱなしです。で1年くらいやってると、足も慣れてくるんですけども、あの、立ち仕事に慣れてない人は結構辛いと思います。で、そして暇なんで、 時間がすすごい長く感じるんですよ。で暇な上に足も痛いとまあまあ辛いですねで仕事で特に印象が残っているのはケース探しですねあの倉庫に置いてあるんですけどもあの見つけられないことが結構ありますあの中古のソフトケースのなんかなんですけどもあのタグがついてるんですけどまあソフトケースなんで畳んで1箇所にまとめてあるんですよ探す時は それをすべて引っ張り出して、一つ一つ見て探してきます。でも、なんか見つけられない時なんかがあったりとか、あの、カビてる時とかもあったんで、ね、あの、最悪でしたね。<noise> えー、まあ自分は、まあ、バイトみたいな形の準社員という形だったんで、えー、社員たちの仕事ですね。基本的にまあ雑用なんかは準社員に任せてるんですよ。で、えー、社員たちは接客の他にも仕事がありました。それは、えー、デジマートとかの、 ああのー、まあ、サイトですねあのホームページとかサイトにあのー、入荷してきたギターをアップロードすることですねで写真を撮ったり文章を書いたりするので意外と時間がかかりますで社員たちはですねあのー、ネットの売り上げもあるのであのー、ネットだけでも結構売れてる人はいましたはいで結論ですねえー 楽器店で働くことはあまりおすすめしません。えー、ギターが好きであっても、やっぱり楽器店で働くことはあんまりおすすめはしません。まず、えー、給料が低いってことですね。まあ、今はですね、最低賃金がちょっと上がってるので、あの、もう少しもらえると思うんですけども、それでも低いと思います。で、社員でも年収300万前後だと思うんですよね。 やっぱり自分はですね、あの、売り上げが上がらなかったので、まあ、ずっと準社員のままでした。で、社員になっても、そこまで給料が上がらない上に、毎月100万円以上売らなければいけないっていうのを、ずっとやんなきゃいけないんで、精神的にも大変です。それでも、楽器店で働きたいと思う人は、まあ、こういった現実があるっていうことを踏まえて、ぜひ頑張ってください。結構やっぱ少ないんですけども、販売が上手い人、営業が上手い人っていうんですかね。 っていう人ってやっぱいるんですよね。あの何人かに1人っていう感じなんですけど、でそういった人たちは、あのー、ぜひやってみたほうがいいと思います。で、そういう人でギターが好きな人はもう天職だと思います。まあ、最後にですね、まあ、現在、ブラックなところへ働いている人へアドバイスをして終わろうと思います。で 現在、ブラックな職場で働いている人は、まず辞める前にやっておいた方がいいことがあります。えー、それはですね、あの、ブラックだっていうことの証拠ですね、を残しておくことです。でなぜかっていうと、あのー、会社を自己都合で辞めた場合は、失業手当がもらえるまでちょっと時間がかかるんですよ。でも、まあ、会社がブラックなところだっていうのが証明ができれば、すぐに失業手当がもらえるっていうのを、あの、労基署の人に聞いたことがあるんで、まあ、そういう可能性があるんで、 えー、おすすめですでさらにあの未払いの残業代も請求することができます具体的に残しておくものとしては長時間労働の場合ですねと未払いの残業代がある場合はあの手帳とかのに手書きで、えー、毎日の勤退時間と休憩時間を記入しておきましょうで、えー、これも労基署の人に言われたんですけど2ヶ月以上の記憶は欲しいかなっていうのを言ってたと思います で、あと、給与明細ですね。手書きで記入してある勤務時間と給与明細があれば、残業代が支払われていないっていう証明になります。で、あとは、どれくらい未払いなのかを計算して、まずは、あの、働いてた会社に請求しましょう。で、法律的に未払いの賃金は、えー、過去2年分にわたって請求が可能です。えー、それ以上は請求できないです。で、まず、会社に請求しましょう。 でこれですんないと払ってくれたら OK ですで、えーまあ、まずそんなことはないんですよで、まあ、そんな労働基準法を無視して働かせてるっていう自覚の持った図太い連中なんで、えー、間違いなく拒否されますしかし、あのー、請求しないことには始まりません、えー、拒否をされたら、えー、会社の所在地が管轄の労働基準監督署に行きましょう で、そこでもちょっと頑張ってください、あのー、基本的に労働基準監督署の人も簡単に動いてくれないんですよ、あの調査員も忙しいだとか、労基署は救済状ではないとか、そういう理由をつけて、こんなちっちゃい案件なんかは全く動こうとしてくれません、もう最初の調査員とか話すこともなく、あのー、受付のバイトのおじいちゃんに、あのー、弾かれます。 で、そうなるんですけども、あの、一緒に働いた仲間が苦しんでるとか、えー、これ以上犠牲者を増やしたくないとか、まあ、情に訴えかけたりとか、えー、して、結構粘ってください。で、そうすると、えー、向こうも根負けして、じゃあやりますっていう感じで、僕はそういう感じでしたね。で、まあ、こうやって請求したら、えっ、ー、と、調査員の方が、 調査員っていうのかちょっとわかんないんですけども、えー、その人が動いてくれて、えー、失われた数十万円を取り返すことはできました。まあ、これでもね、あの、3年のうち1年分は払われてないんで、かなりマイナスでしたね。はい、えー、今回の動画はいかがだったでしょうか、えー、いいなと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた